ダニエル・ペトリックは、オハイオ州ウェリントン出身の受刑者。16歳の時に、ペトリックは、コンピュータゲームをめぐって、言い,い争いになった両親を銃撃した。母親は死亡し、父親は重傷を負ったが、後に回復した。ダニエルと両親の口論は、両親が、Xbox 360のゲーム、ヘイローさんの購入を禁じたことから始まった。ペトリックの姉へ、 イテの法廷における証言によると、もともとダニエルは水上バイクの事故で負った怪我のためにブドウ球菌による感染症を発症して家から出られなくなるまでゲームはしていなかったという。ダニエルは友人のジョンソン家でヘイローに出会い、自分でもこれを持ちたいと思うようになった。父、マーク・ペトリックはウェリントンのザニュー・ライフ・アセンブリー・オブ・ゴッド教会の牧師であった。 両親は、二人とも、息子が、成人向けに指定されている、暴力的なゲームをプレイすることに反対しており、ダニエルにふさわしいものでは、全くないと考えていた。父マークの証言によれば、ある夜、ダニエルは家を抜け出し、両親のいずれも知らないうちにゲームを買ってきた。家にいる時、ダニエルは、時には18時間もぶっ続けで、休みなしにゲームをプレイし続けていたという。ある日、 ゲームをしていたダニエルを母スーザンが捕まえ、これを父マークに告げたところ、マークは両親の意に反してゲームを買ったことを咎めて、ダニエルからゲームを取り上げた。マークは取り上げたゲームを鍵のかかる金庫にしまい込んだが、そこには9ト、mm、ル口径の拳銃トウラス PT92 も隠してあった。ダニエル・ペトリックが使用したものと似た方のタウラス PT92。 ゲームを取り上げられてから1週間ほど経った2007年10月20日、ダニエルは父の鍵を使って金庫を開き、ゲームを取り戻した。ダニエルは父親の 9mm 光景の拳銃タウラス p t 9にもゲームと一緒に持ち出した。法廷での認定によると、今のカウチでくつろいでいた両親に背後から近づいたダニエルは目を閉じてみて驚かせることがあるんだと言ったという。 その直後にダニエルは両親を二人とも銃撃した。父親の証言では頭が麻痺し自分の頭蓋から血が噴き出るのが見えたという。ダニエルは母親の頭部と腕、胸を撃ち絶命させた。法廷における父の証言によるとダニエルは両親を撃った後この一件を無理心中に偽装しようとして銃を父の手に持たせ父に、ねえ父さん、ここに 父さんの銃があるよ。持って、と語りかけたという。数分後、両親と一緒に野球の試合をテレビで見ることになっていた姉エイディとその夫、アンドリュー・アーチャーが到着した。ダニエルは二人に、両親が喧嘩しているから、家に入らないで、と嘘を言った。しかし、中から、うめき声が聞こえてきたので、二人は中へ入り、銃撃現場を目にすることとなった。 ヘイディは警察を呼び、ダニエルは抜け出して、ヘイローさんを座席に置いて、一家の番で逃走しようとしたが、警察に阻止されて、番から出された。警察はダニエルに手錠をかけたが、彼は、親父がお袋を撃ったんだ。と叫んだ。ダニエルの裁判は、2008年12月15日に、ロレイングに一般訴訟裁判所で、ジェームズ・バージ判事によって裁かれた。この裁判には、 バイは用いられなかった。ダニエルの弁護を担当したジェームズ・カーシーは重い武道球菌の感染を患っていたことによるストレスからダニエルはゲームの影響を受けやすくなっていたのだと弁論した。カーシーはダニエルは正常な精神状態ではなく両親を銃撃することの帰結も理解できていなかったと弁護の論を述べた。あまりにも長くゲーム付けになっていたために死が 取り返しのつかない現実のことだと理解できなくなっていたのだという。検察官はこれに反駁し、ダニエルは自分の行動について後悔をしていないし、銃撃後に父の手に銃を握らせて偽装を試みていると指摘した。ダニエルは殺人罪で裁判されることとなった。年齢のためにダニエルは死刑を宣告される可能性はなかった。裁判官は彼に 終身刑を言い渡し、23年間は仮釈放を与えないと判決を下したが、これは量刑としては最も軽いものであった。最も重い量刑であれば、検察側が求めた通り、仮釈放なしの終身刑となっていた可能性もあった。この事件は、ゲーム依存症やゲームの暴力表現を取り上げた、様々な論文や新聞記事などで注目された。さんを販売する。 マイクロソフトはこの事件についてコメントすることを拒み、私たちは状況を承知しており、この一件は悲劇的事件であるとする声明だけを出した。ありがとうございます。